リックとジェイは親友です。二人が一人になるまではそうでした。二重人格は楽しいですか？それとも全く面白くないですか？いつもの朝です。コーヒーを飲もうっと。あれ、食べ物はどこ？コーヒーは？どうなったの？リックは芸人として歩み始めています。しかし誰も彼の冗談を笑いません。お待ちください。自分を取り戻します。よし、準備できた。ステージ上では全く違う人です。これは史上最高の漫才。拍手喝采。みんなありがとう。また来週お会いしましょう。一体何だったんだ？リックがボスに呼ばれます。これは何？こんな最悪の結果今まで見たことないよ。今週は何をしてたんだ？落ち着いて、ボス、説明させてください。数分でボスと親友になります。なるほど、納得。それじゃあ週末のバーベキューに来てね。どうやったの？パーティーです。ダンス、女の子、ナンパ。しかし誰も見向きもしてくれません。こうなったらジェイクと交代です。うわあ、ジェイクはパーティーの人気者です。私と踊って。ごめんね、他のことを踊るよ。おっと、リックとジェイクが揉めています。なんと別々の女の子が好みのようですね。ねえリック、聞いて、僕たちは黒髪よりもブロンドの方が好きだろう。ほっといてジェイク。初デート。アデル、こんにちは。おっとジェイクが現れます。花、ありえない。ダメージ加工しよう。しおれた花をどうぞ。ちょっと待って、玉ねぎをかじります。アデル、臭くてごめん。黒髪に会いに行くの？ブロンドが良かったのに。でも仕方ない、デートを楽しむしかないか。こんにちはアデル。食べ物はどこ？これは美味しくない。これは嫌い。ああ、アイスクリーム。
パッションフルーツ味？他になんかないの？僕はここで何をしてるの？アイスクリームありがとう、アデル。カフェでのロマンチックなデートはジェイクが現れるまで大成功でした。このパスタ美味しい。レディーとトランプごっこしない？ああ、ごめんなさい。アデル、何起きたのか自分でも混乱してるんだ。ちょっと冷静になってくるから。調子どう、リク？悪いけど、この体は僕のものだから。ジェイク、それは間違いだよ。君は全てを台無しにしてる。僕の体を放っておいてよ。リックは苦労しているようです。彼は深刻なナイフ紛争を経験しています。リックは生徒に教えるために大学に来ました。おっと、なるほど。学生が持っているものを見てみましょう。どれもいらない。これは何？新しい iPhone？ あ、これはいただきましょう。そしてこれ、これ美味しい。オスカー、ありがとう。教授、あなたを逮捕します。リックは最終的に専門家の助けを求めます。助けてください先生。時々自分が自分のようではありません。性格が分裂しているようなんです。しかしジェイクは助けを必要としません。僕は完全に元気です。これは非常に深刻なケースですね。何が悪いの？もう医者になんか行きたくない。リックは大きな一歩を踏み出します。アデルにプロポーズするようです。まさか僕の自由を奪う気？お願い、結婚なんかしたくないから出して。離れてジェイク、アデルが来ました。アデル、結婚してもらえますか？とうとう自由だ。ハイタッチリック、やっぱりやめておこう。ああ黒髪さん、とにかくおめでとう。アデル、早く結婚しよう。誰も邪魔が入らないうちに。イエーイ、ジェイクは自由です。あれ？また？二人で一人のストーリーはいかがでしたか？時々別の人になりたいか、それとも友達と体をシェアしたいと思ったことはありますか？このビデオにいいねしてベルをクリックしてください。うふうな面白い動画をお見逃しなく。